あのー、あれですね。あのー、なんだこれ、なんだこれ、なこれ、なこれ、なこ,これ。いや、これ、マイクをね、押しっぱなしで、なんか話してゲームスタートです。身分を確認してください。狩人出させないようにやって、ゲームを勝っていかないと、うまくなれないんですよ。人狼ゲームは目を閉じてください。目先の試合だけじゃなくて、長い目で見てやゲームをしないといけないんですよっていうことを俺言ってるんだけど。 毎度これ言ってるけどね、聞かないんだもんね、反省会とか。衝撃だもんね、フルオープンの村は。俺の言うこと聞かない。わかんないんだもんね。フルオープンが正しいと思ってるから。オープンは仕方なくやることであって、基本的に守る、守りながら戦って、どこに騎士がいるとイメージしながら、想像しながら、その中でいろいろ頭の中で考えるんだよ。そこが確定しないとわかりませんっていうのだとダメなんだよ。 生産ミスってもリカバーできないもん、あれじゃん。んもうカバーが無理だもん、カバーが。初心者6人目は思い出してほしいけど、騎士が炙って、占いさんミスったら負けじゃん、噛まれて。でも占いさんミスっても騎士が出てないで勝つゲームあるじゃん、たまに。そういうことが可能になるから、騎士が出なければ。可能ではなくなるから、まだ。薄いけど、勝てる可能性はゼロじゃなくなるのよ。騎士が出てると、占い精産ミスったら負けるのよ。 わずかでも勝てる可能性がある方が、フローブよりもクローズドの方が、8番のプレイヤーは発言してください、はい、そうですね。まず今日は、霊能を決め打てばいいじゃないですかね。はい。うん。まず、その方がいいでしょ。心霊能がいて、脳知れ吊り切りますってありえないでしょ。うん。なので、決め打つ気持ちで精査したらいいんじゃないですか。わからない。でも練習すればいいでしょっていう。 だから、おかしなことしなきゃいいんじゃないですかもう、普通に、わけわかんない、スライドしないで、普通にわかりやすく、自分のためにゲームする人は、みんなが見えてないんですよね。そんなことやってほしい人ってどこにいるんですかってことね。普通に、あの、ちゃんとね、スライドしないで、わかりやすく、みんなのためにゲームして、頑張って発言で白くなればいいんじゃないですかはい。それでいいと思います。はい。で、黒いと思う人に投票して、負けたら反省して、 自分のレベル高めていけばいいじゃないですか。うん。自分のミスを反省してね、自覚して、でも頑張ればいいじゃないですか、目の前の試合を。はい、以上です。はい。9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。村人陣営ですね。ええー、もう八幡さんは例の、えー、決め打ちたいということだったんですが、あの、まあ、おそらくですけど、えーまあ八幡さんの対抗が出てくる。 場合、例のでね、その場合に、八幡さん相方だという可能性があるかもしれないですが、えー、例のが一角した場合において、おそらく、うんまあ、それは、まあ、八幡の方がまだあるかな。まあ、ただ、うん、どうなんですかね。まあ、例えばですけど、うんまあ、例のが二人出てきましたと言ったときに、えっ、ー、とー、 八番さんがその例の審議がね、僕と一致したときっていうのは、八番さんの狼はないんじゃないですかはい。一番のプレイヤーは発言してください,ださいええ。おはようございます。一番です。村人陣営でした。えっと、八番さんに関しては、えっと、 まあ考え方は好きですけど、まあ、白か黒かはちょっと分からないといった感じで、9番さんは、まあも、も、えー、あどっちかちょっと分からないんですけど、ちょっとすみません、あの自分、ちょっとあの考察とかまあ苦手なので、その例のどうのこうな、ちょっとよく分からないんですけど、えー、一生懸命、ちょっと村人陣営として、えー、なるべくこう2周目からは考察を落とせるように頑張っていくので、よろしくお願いします。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。 はい、占い師でした。8番さんにしろが出てます。8番さんにしろ。お願いします。いや、まあよかったですね。その8番さんの意象悪くないです。はい、よかった。うん。ええー、と、まあ、そうですね。うーん。まあ、ただ、9番さんが俺言いたかったもん。はっきし、あるのやめろって。でも、それは言えないんだよね。ないんじゃないかっていう。おかしなことはやめましょうってう。俺も言いたかったんだけど、ね。それだけで8番の狼がないっていうのは、どういう理論なんだろうと思ったから、そこは気になりましたね。で、1番さんに関しては、 なんかめっちゃ発言短かったなーっていう印象。です0点、はい、が違うできになな、ね、9る点がったから。<laughs> 占い師さん見スた時のことを考えて、はい、ゲームした方がいいんだよ。はい。あのね、キシアブって占い師に負けたゲームね。はリカバー無理じゃん。割と出てほしい派ですね。<laughs> 全部。はい、以上です。3>, 3番。のプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ。まあ8番は。 まあ余計なことすんなっていうことなんで、まあそうだなって僕も思ってます。やっぱり、まあ、濁った盤面とか、まあ、行動によるなんか変な要素ってあんま好きじゃなくて、しっかりとまあフラットな状態で発言精査できればいいかなって僕も思ってるので、2番が言ってた9番への、まあ、8番と霊能の精査が合ってれば狼がないっていう、なくなるっていうのは、 まあそうなんじゃないですかな。なくなりはしないと思うんで。はい、ど,どんな理論なのかなっていうのは、そうなんじゃないでしょうかね。はい。まあ、2周目ですね、1番とかも。そんなところです。まあ、アンサーあった方がいいかもね、これは一応、9番は一応。4番のプレイヤーは、発言してください。さい今、釣り位置を上げるんだったら1かなと思っていて。 なんか考察が苦手なんでっていう風に自分でもう言ってしまうんだったら2日目までは連れていけないんじゃないかなと思っているけど3番は色落ちなし2番が8番の印象よくて良かったっていうのはまあ初めは何でだろうって思ったけどまあその例えばパウンダになるかもしれないとかそういう話なんだったらまあそこは分かるかなと思った9番に関しては一生懸命精査しようとしていてこんがらがってるなって思った そのこんがらがってるのをどう思うかだよね。<laughs> 割りとは別にななんだろうな、印象悪くない。こんがらがるほど悩んでるっていうのは、精査をしようとしていることかなと思っているから、別に印象はよあの悪くはないです。はい、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。ん、俺は9番と4番が一瞬聞いた中で違和感があるかな。 9番への8へのまあ言及というか、要は、自分が釣り位置合致した例の,はあの狼はないっていう発言は、俺目線では違和感があったから、それを評価した4番にも違和感がある。だから、2番が9番にした指摘、それを評価している3番は、俺目線では若干印象がいいと思ってて、1番は2周目。で、まあ、これは多分9以下、誰も指摘しなかったから、多分俺の把握もりかもしれないけど、8番って例の C をしましたか なんか9番って8番が例の使用したような発言を残してるんだけど、俺は8番は例の使用してなかったと思ってるから、ね、誰もそれ以下、あの番、1番以下誰もその指摘をしたかったため、俺の把握もれるかもしれません。だったら申し訳ない。でしょ6番のプレイヤーは発言してください。さいお願いします。8番さんは例の使用してないですけど、なんか例の決め打て決め打てっていうのを、うん、もう最初のもう、 もう発言の3秒前ぐらいから喋ってるような感じだったんで、ああ、なんか、八幡さん、霊能持ってんだろうな、っていうのが、なんかみんなの共通認識になってるのかなって思ってます。まあ、そこに白を打つ二番さんっていうのは、まあ、どうなんかなっていうふうに思ってることと、発言単体では白かったなと思うって、いや、そ,それ白かったなじゃなくてさ、まあ、霊能じゃんって思わん。なんか発言上では別に白良さなかったなと思ってる。なんか、 2番さんはでも8番白いと思って,てた9番が8番の狼否定したことに違和感を感じてるっていうのはまあ違和感です。まあまあ一角、今のところ一角してるんであれですけどね。はい。7番のプレイヤーは発言してください。今のところ一角してるからいいですねって。じゃあいいじゃねえか、最初から。から8番の意見っていうのは例の決め打て。 まあ何 CU になってね、まあ、3CU でも 2CU でも決め打たない,いんだろ。まあ、そんなこと絶対ありえないから、なか絶対釣り切らなきゃダメなんだよ。あの、22番目の場合はね、うん。で、4番気になったね。俺、この中で1番が一番白かったんだけど。この、まあ、メタになっちゃうな。 言葉遣いとか、えー、考察のデブかさみたいなもんこれは一番は多い感どうすんのこれ。こんなことに気づけない四番っていうのは怪しいね。八番。のプレイヤーは発言してください。はい、はい。えっ、ー、とね、私レノじゃないですよ。レノ決めた方がいいと思ってる人っていう感じで。はい。あじゃあもう平和村ですね。はい。ということでね。 うん。まあ、やっと言えますね。うん。騎士を炙る。それが悪なんでね。まあ、霊能を持ったり、一角占い師でもいいんだけど、二人の占い師でも、騎士を炙るやつをする。たとえ村でもそいつをする。騎士を出させる村なんて弱いんですよ。逆転勝ちができません。初心者6人部屋で、騎士が出た場合、占い師さんミスったら負けます。ね。騎士を出させて、 それを釣らない。それが村だった。私の精査はあっている。こんな例のやばい例のいましたね。あのー、はい。長い目で見る。騎士をあぶる人間はね、騎士を出させない人間よりもレベルが低いんだから、高めなきゃいけない自分の力をね。まあ、任せます、2番9番で以上です。はい。うん、9番のプレイヤーは発言してください。さいまあ、ああの、えー、まあ、 二番さんとか三番さんから言われたことに対しての、あなたを返すのであれば。まあ、八番さんが狼だった時っていうのは、まあ、霊能っていうのは仮に、まあ、新居で出た時っていうのはね、やっぱり決め打ちっていう発言って結構首絞めるんですよ。やっぱわかんないからね。もう、これでもし、例えば新決め打ってしまった時って、八番さんって、なかなか厳しい戦いをね、まあ、挑むことになるんですよ。あの、人狼目線で。うん、ってなった時に、じゃあ霊能っていうのは新郎で出てるんではないかと。 ね、で8番さんが狼だったときは、その、えー、と相方というところをそらく8番さんが決め打つという発言を残すでしょうね。だからこそ、もし私の対抗が出てきたときにね、8番さんが私を真に見てくれるのであれば、8番の狼というのはないわけですよ。うん、この理論ですね。えー、と私が釣りたいのはね、えー、と5番さんが6番さんですよ。まあ、2番さんがあの最終決定権があると思っているので、まあ、決めればいいかなと思っています。 まあ、もうこれ終わったら、もう終わりましょうところと、まあ、休養が気になるって話たけど、まあ、デッドバイもすみません。もしあなだったら、やめてもらっても、正直分かれるんですね。時間が2時間でもちょっと、すみません、ちょっとなんか、うーん。なんか、その、全然便乗して、3とか2しないと強く進もうとしてるっていうのも見えなかった。あんまり録画さんに関してはね、 あの2番さんに突っ込むべきところはちょっと違うなと思いましたけど、普通ね、8番さん、例のと思ったんだったら、2番さんに対しては、例の追い切ったほうがいいでしょ上のして、だからね、その感情おかしいですよって、6番二2番に言うべきなんですよ。<番>なんで平和ぐらいになってるの,のってか、これ、やばいんだけどね、場面的には。はい、えー、すみません、えっと、1番です。えっと、8番さんは、えっと最初の発言聞いたときに、例、え、のー、かなってちょっと思ってたんですけど、9番さんが例のだったということで、ちょっと意外でした。 でまあ、アーマーかなんかし,しようとしたのかなって、ちょっと、まあ、自分のしょぼい考察で、ただそう思ってました。で、えっと、そうですね、怪しいところを挙げるとするなら、まあ、ちょっと考察苦手だからという理由で、まあ、4番さんにこう自分が指摘されたので、普通に4番さん怪しいのかなと思うんですけど、俺の白いん目でもその考察できないやつを連れていけないというのは仕方のないことなので、4までかかるよ、まあ、そうなのかなって、そういうふうに言われるのかなって思いました。 であと個人的に7番さんと8番さんの性格とかが好きです。はい、以上です。えー、えまた,たら頑張っていきます。れれね、意地あ破ってた村がね、<分>言うこと聞かないんだもん、世界で俺の言うことは。それは負ける。いしいね、ましあの、勝つ何パーセントかの価値も手放してるよと言ってんだけど、楽天がし勝ようできなくなるよって言ってんのも聞かないもん。んも俺も勝つの 普通の思考だったら7番ん、1番んのランになって、まあ、3456このあたりの発言を聞いて占い位置決めようかなっていう感じなんだけどそうだな7番さんと7番さんが開けたとこのラン点にしよう,、はい、いうがいいかなって思ってます,てんす7一のランドで7番ん怒るでしょ 7番さんと7番さんが挙げるとこのランテージで。はい。占い一応発言聞いて考えます。う、は、ん、い。<laughs> いや<ー>、<ー>大変そうだないようにやって、これね、負ける目があるんだって、この,このパターンが。3> 3<番>俺に白で何も出ないから、これ負ける目があるよ。俺終わったらデッドバイやるから、もう。 前後中の6番がなんか6番が8番の例のだと思ったのはいいんだけどまあ別に俺は思ってなかったんだけどまあそこに白打った2番とかって、まあ、若干なんか偽要素っぽい感じで、まあ上げてたわけじゃん雰囲気的には関係なくねって、まあ、僕は思って聞いてましたねその精査に関して。 はい、7番に関しては、まあ、1番がこの中で一番白いって言ってて、その理由がなんか考察の根深さとか言葉の使い方みたいなこと言ってたんだけど、まあなんかちょっと抽象的すぎて、何かかなっていうのがあの分かんなかったんで、まあ、なんだろうねっていう。 だから人外かってのは分かんないけど、ちょっとよく分かんないから、まあ普通に釣っちゃっていいなっていう印象はありましたかね。はい。そうっすね。4番から1番。まあ1番からしたらまあそうなるんじゃないって感じか。考察にガゼって言っただけでみたいな <laughs> <laughs> 感じだから。ま <laughs> あそうだよね。そうだよねってなりますね。 ただ、まあ、精査はやっぱあんましてなかったなって。6番、7番みたいな性格が好きですみたいなこと言ってたような気するけど。どういうことなんだろうね。まあ、どういうことか深く考えてる。あれなんだろうね。あんま精査してなかった,たいな。4枚の指摘くらい,い。負けるよ、これ多分。1番、7番してる。負けるな、これ。あ分かん、ね、かでも負けてもね、終わりますよ。 別に騎士あぶってるわけでもないんだし、まあ。こういう時ってさ、2番の思考ってどうなってるかって言ったら、きっと強人以外を占いたいから、強人値どこだろうみたいな、ずっと考えてると思うんだよね。で、私もその目線で聞いてるんだけど、全くわかんない。あるんだったら1番くらいかなと思った。はあ、まあとりあえず言っておくけど強人じゃないです。<laughs> ピーピー、ピーピー言っておね そのぐらいかな私なんかね、5番は話はよく聞いてるなと思った、3、5、6、7の中では。なんていうのかな、その3番がその、2番が9番の叩いて、3番がまあそれ、まあいいねっていう話で。で、私は、えっと、9番を、えっとまあ、よく精査をしている、単体別に、まあ、印象違法なんじゃないのっていうことまでちゃんと聞いていたから、まあ聞いていたっていうところで言うと、5番は聞いていた人。6番は なんだろう結局、結局、結局何が言いたいんだろうって思った人かな。うーん。7番は1番を白置いていたんだけれど、つ、連れてけるって思ったんかなあって思った。まあ、その平和村とかだったらまた違う話になってくるんだけどさ。あー。 だからまあ精査が一番初めによく効いていたっていうところで言うと5外しぐらいじゃないまあそのぐらいしか言えないわ全然絞れない一番はなんか結果的に落としても一白なんじゃないかなってなんとなく思っちゃったフィーリングでしか精査できないよね一番が全く落としてくれないからそのぐらいはい以上5番のプレイヤーは発言してください はい、2周目よろしくお願いします。まあ、俺は9番にイトに向けたことは認めるから、9番が一角例のやったら、9番が俺釣りたいっていう思考は別に否定はしない。でも、俺は把握漏れはしてないよね。だって8番って結論例の死をしてなかった人物なんでしょ。 落ととた位置は番番から6番からなと思ってます、えー、と1週目の話、2週目の話を聞いた中で、僕の目線では7番、4番、1番、4番がつながってないかなと感じていて、4番は9番が少なくても例の仕様で一獲したら、一定の評価を与えるべきかなと思ってます。2>, 2番、3番が9番に対して違和感を持ってる中らたら、ね、4番がそれを止めて、まあ、精査している感じがするっていう発言を残しているんなら、それとも9番が例の一獲したら、4番は評価を与えるべきかなと思ってて、俺は7番、4番にいて1匹構造だと思っています。 その時に、俺は3番と6番の位置がめちゃめちゃ気になると思っている。はい。だから俺は3番と6番どっちかから落としたいかなと思っている。はい、で、まあ2番は、俺、俺の希望を言うんであれば3番、6番どっちか落として残った方法を占ってほしいかなと俺は思ってる。7番、4番に、俺はいて1、6ほに見えるから。はい。で、1番の二周目は俺は正直あんま白いと思ってないんです。だって1番って、イト向けられた4番に対してヘイト向けられただけだから、他の設定をしてないからね。 ぐらいただし、俺は7、2番が1番上になって、1番が白いって時は7番も評価していいと思ってる。4番が1番を殴った構図,構図において、7番が1番を、の評価意識を行った場合っていうか、まあ、評価意識を行うぐらい俺は素直にずっとし、ま、ずるい位置投げると思ってるから、1番の色は結構、まあ、俺は焦点になると思ってるけど、これは結論任せます。はい。俺は今日は3番から6番どっちかから落としたい。7番、4番は保存でいいと思ってる。最終日に行けばいい,い,いと俺は思っている。はい。以上。6番。 のプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ処刑を今日3番処刑をできる人がいるかどうかで、まあグレーに対しては評価が変わるかなと思ってます。まあ3番は確実に狼だと思ってますね。今の5番さんの発言はちょっと気になるね。あの思考としてはわかるんだよ。7番4番ロールをして、4番1番ロールをして、1番7番はもしかするとシンプルにラインつなぎあるかもしれないが、 7番があの状況で1番が発言伸びてない中白を置いてっていうところで1番の白結果めくれた時にまあ7番オオカミ規定だろうと。それは分かるんだけどまあ5番さんが3万6番に焦点を当てた時の釣って占いを飛ばすって行動ね。これ5番さん視点でねまあ4万7番4万1番のローローを否定されるんだったらまあそこに占いを飛ばすべきなんだよね。 まあ8番が棋士,士と仮定した場合にね、まあ、実際にグレーに対しては自分以外をの、自分を除いたら5人いるわけなんだけどね。まあ、その中で占い結果って有効活用しなきゃいけないわけ。基本的にはまあ黒引きからの、黒引きをし、なおかつその相方じゃないところが100%わかる黒からの白結果。要するに4番、7番、1番で黒を引いてからの白結果を見ることが占い結果の有効活用だから、 なんかその5番さんの視点で3番6番の両方ともやってって、じゃあその後の1番7番4番の精査どうすんのって思っちゃうわけね。まあだから5番はちょっと警戒位置ではあるけど、まあ占い当てでもないし今日の処刑ではないなと考えてます。ただ3番を処刑できるかどうかですね。まあ3番視点でね、まあ6番7番に対する評価がね、めちゃめちゃおかしかった。まあ7番さんがそれを今日言ってくれるんじゃないかなと思ってます。 7番のプレイヤーは発言してください。何を言うかって言ってもよ、2番の占い師さんが、で、俺釣りで、で、俺,、あのー、俺が3か6でも指定しとけばいいだろ、3、4、6でも以外で、5番以内でも。あのさ、ちゃんとやってくれ。みんなが俺をオオカミと思って釣るなら、それは仕方ねえよ。 そんなあの初日の一周目なんかさ、みんな分かんないけど、一番はオオカミじゃないのは対に分かんないけど。一番が違うなら3でも4でも5でも6でも指定してればいいだろう。一番は多分シ導だと思うけどっていうことを、なんで知ってんのさっき一番釣ろうとしてなかったいらないからって。例の一角してる盤面だからね。必ず黒を落として、 2日目終わらせるって気持ちが全然4番から足りねえんだけどまあまあみんなも俺に来んな来いよ投票を始めてく話聞いてる ?3 番連れてんだろ3番で番でいいんだよ3番で3番連れてんだろみんなが3番つれてきゃいいんだよもう知らないけどね俺も俺も知らないけどね3番なのかどう7番つったらいいじゃないもう3番 みんなが3番連れて言うのら3番すときゃいいんだよ。面白いんです、その方は。3番もね、もう少し4、5、6を敵に回さなきゃダメよ。のプレイヤーは発言してください。あ、起きてます。なんで俺つってんのあ、起きてますよ。起きてます <laughs>、はいまあ。5番、6番は不当っすね。3番の黒要素言ってないし。 5番は3番6に目を向けなきゃいけなかったんじゃなかった。謎の白はじきをしていって余ったところから言ってんだけど、単体の黒要素言ってないんで。番変でしょう。6番に関しては3番が確定を組み出すよ僕あ違うんだけど、てその理由が6番7番の評価が変だったって、抽象的すぎてよくわかんないでしょ具体的にどの評価が変なのかっていう説明をしない。まあ、5番6番にこれ、 まあこれやばいね、でも。俺このぐらいやばいと思ってんの、ね、よ、ちなみに。<laughs> 3番に投票を集めてる時点で。3番のクロス言えてるやつ一人もいないから。そうではなくて、3番が456にもっと目を向けてるようにはしましたけど、何度も。目を閉じてください。なんかわかんねいけど、1とから言ってたような理由がするんだけど。三番にいっぱい言ってんでしょ ?456 が言ってんのじゃ違うんじゃない しょうがないんじゃないまあ、ただ17が4番いけばいいんじゃないいらないけど。3番7番いけんでしょこれしょうがないじゃん。普通に考えて456に行かない村、多分村だったら変な人釣りたいタイプなんでしょじゃなくて一応ロー狙いでいったらいいんじゃないっていうことなんだけど、多分わかんない。17にオカ見たらやばいけどね。 ま、どうせ負けるからいいんだよ。あ、確率的には多分ね、4 3日4日目まで行ったら同じだと思うよ、俺も。よくやったっていう感じだから、これはね、盤面的にきついと思う。3号ずれてればいいけど、よし4、5、6あたり占えればいいけど、どうせ1かなら釣られんだろうね。 まあ俺噛んでくれれば責任逃れだから。昨夜は誰も死にませんでした、はい、2番ね。はい、2番守り。5番。のプレイヤーは、言してください。どういうこと,ちょ,っと待ってちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。どういうこと ?3 番と1つっしろ。と4白2番が6白 7番はまず潜伏した理由を言ってほしくて。多分これ、あ、俺の目線やと占いが進路ほぼ確定なんで、99番の確実に確定なのね。7番狂人に1番4番ロールって俺の目線では覚えないから。だから例の、えっ、ー、と、っちゃんとやらないなら負ければいいと思います。まあ、ん定やらないならもう真見なくていいと思うよ。めんどくせいし番番は1番のを持って だから4番裏占ったということか。2番が6番を占った、まあのは俺別におかしいと思う。えっと、6番に言っとくとね、俺目線で昨日の番見たら2番が一角してましたよねこの盤面下において、困ったね7番、4番にいて一両構造やったときって、3番、1番、6番,6番のどっちでもいいんです色つけてもらうのは1番、6番どっちかで広し引いたら俺は残った方をつって最終日で、明らに最終日を迎えたいタイプです。君が俺のこと白弾きできなければ別ですけども、ね、これは俺の視点の話をしているから。 くらいで、8番ごめんなさい、どこグッジョブですかそれ教えてもらっていいですか ?8 番さんすみません、えっと、どこグッジョブか教えてもらっていいですかあれあれ俺の声聞こえてない。2? ああ、じゃあ27ランですね、今日は。6番のプレイヤーは発言してください。さいまあ、まさかの、あのー、2番さんが偽で。 7番さんが潜伏。<laughs> この村終わったな。まあね、2番さんが偽だった場合だったら、まあ3番あるな。スケールはまあ崩壊してます。崩壊してますね、今のところ。まあ、5番さんのこのテンパリ用は結構人外あるかなと。基本的になんか、まずなんか占いをしん、この番目は占い進路だと思います。7番狂人だった時に1番4 だったら俺狼じゃん、うん、だからなんか7番2番が進路っていう考察もわけわからんし普通なんだけどね <laughs> 2番の子 <laughs> いやこれねどうだろうねシンプルにの時に髪なしを選択してるか2番強人でシンプルにグレーのオオカミ2番をかんだかっていうのあるけど 新8番とか9番とか噛みそうやけどなって思っちゃう。7番なんかもね。その後、噛み。で、その5番が変わってるのどこなんかっつったら、まあ4番ぐらいしかないな。4番軸に4番ならないっていうふうに言ってたから。まあ今日は2番、6番、ランでお願いします。今のところちょっとまだスケールでびっくりしてるからね、2番が。 2>, 2番強人四まで5番の今の発言5番人が硬いから2番強人5昨日の1日目の考察とかを聞いていたら4番かワいの可能性があるから4号狼かな <laughs> 7番やってんねん本当に7番のプレイヤーは発言してください初日の1番は絶対ロだっていう発言えー、まあ4番白でした4番ごめんね 潜伏した理由は、もう一か八か。まあ、もし辛えたら、ちゃんと全部話そうと思ったんだけど。ええー、まあ、5番、2番強靭で、5、6、黒は当てた、当てちゃったんじゃないの普通6から行ってもいいんじゃない弾は全然足りるからね。 いやダメか,名は足んねえのかまあ27のせいさ、まあ俺の色を見てもらいたいけど、噛まれるよな、多分俺、新占いだからね。8番のプレイヤーは発言してください。はい。うん。まあ、もう9番に任せます。あの、わかりやすくやったらいいんじゃないですかって言ったんですけどもね、言うことが聞かないから。あの、7番に言いますよ。 ナンバーワンプレイヤーは分かりやすくやります。非常に分かりやすい。美しいほどの伏線を張り、そして潜伏で出る。こんな占い師をね、釣ってるね、やばい村がいるみたいですよ。周りくどい伏線発達でそいつは真なんだよ。うん。でもそいつを釣ってる村がいたい、あったみたいなんですよ。ナンバーワンって分かりやすいんだよ。2周目に必ず出るんだよ。そのためにやるんだよ。うん。まあ、好きなようにすればいいんじゃないですか。 はぁ、あ、疲れたな。6 2 5ードだと思うけど。まぁ、あ、6が、ちゃんと6に狂人がいたら、別に6の色見れるんだけど、9番は守れるから、はい。うん、任せるわ、もう。はい。はい、そうですね。まぁ、あ、あの、私が決めますね。じゃあね。えー、っと、まぁ、あ、5番さんが、 結局、だから、2番目線に1の色をめくったときに、えー、7番その白結果が見れるってなったときって、じゃあ、5番さん目線に46の星座って結構難しいと思うんですよ。だから、5番線ってどうやってそこの精査をつけるんですかねと思ったんですけどね。でね、僕ね、正直ね、その2番線が、7番線が強いで思考が全然飲めなかったんだよな。うん、だからね、俺なんか、なんて言うんだろう。 普通さ、5、6じゃないと思うんだよ。絶対ね。なんで7番から釣るので、7番が乱してあげたところでしょ。うん、じゃあいいじゃん。2釣って。うん、2釣って9番色見ればいいじゃん。2番でいいじゃん。いや、ちょっとね、さすがにこれちょっとダメでしょと思っちゃったから。2釣りでいいんだよね。2釣り行こう。ま、正直ね、あの、6番さんがね、まあ、黒で出て、で、6番は強靭黒だった時って、まあ、2、6じゃない、2、6はないから、なった時に、ま、7は多分強人だと思うんですね。だから6の相方って、 まあ、64。まあ、もしくは、まあ、61だと思うんですけど。ちゃんとやってほしいよね。あんまりね。6番もさ、自分が村から25ロール確定なのに言えねえんだもん。もう、7と6がいることはもうだもから、そこもちょっと難しいなと思ってて。うんうん、で、2番があれだったとき25どちらかといえば25の方が見えるくらいだよ 2>, 2番に行こうよ。9番が決めたから、俺の責任じゃないから、2番行こう。ノリ<号>で。うん、だから、ならしいんだろうかなっていうところがあるんだけどな。うんだって25の方が見えるくないまあ、わかんないけどね。こればっかりは。 まあとりあえず2番さんの発言聞きましょうよ、皆さん。うん、1番のプレイヤーは発言してください。さいおはようございます、1番です。えっと、7番さんに関してなんですけれど、まあ今から多分2番さんと7番さんの、えー、どっちが進化っていうのを見て,見ていくと思うんですけど、えっとまあ、7番さんに関してはまあ初日から言ってるんですけど、まあえっと、自分的には印象が良くて、 でまあ、自分に白出ししてくれたことと考え方がこうちょっと合う部分があるのかなって思うところから7番さんが真なのかなって、えー、自分的には一番的には思ってますでその7番さんが4番さんに白出ししたということでまあちょっと4番さんは白なのかなって思ってますなので2番さんが真、えー、ではないのかなって思ってるので6番さんが黒を はどうなんだろうって思ってるんで、とりあえず四番さんと七番さん以外から釣りたい。あー、あと九番さんか、以外から釣りたいなって思いました。以上です。二番。のプレイヤーは。発言してください。さいまず二六なんで、二、ね、番か六番以外に選んでくださいね。<laughs> これで、俺が偽とか言ってるのは、もうマジで100。百パー許さないから、本当に。もうこれで精査できないやつは、本当にマジで許さない。はい。 6黒見つけてるから、で、多分7強出てると思ったから、6釣り、7釣り、最後451の精査だと思ってる。はい。そこは任せますね。もう僕、<laughs> 7番が白く見えたから不能精査、不能位置が7番1番ね。だから7番と7番どっかの何ンに任せてあげるよって7番に言ったの、僕は。はい。 6番、昨日、人外すぎね、考察。6番が何か、7番が3番のクロス言ってくれるでしょ、言ってたけど。考察はもう6番。なんで六番で七番の人知ってんのも,もう、6番出た陣のだ知ってんのも人外にかけて ?6 番クロ6番の色を探すゲームだけど、まあ、そこまで伸びてない。人間の集い最後に行っててなぜこれやってるならもう、どこだろう,もう、うん、発言してください。 七、うわー、わ<も>からんなー。でも九番が決めんだろう、決めたらいいやんもんね。一番の言ってるのもわからんし、六番の言ってるのもわからないと思っちゃった。六番って七番が一白四白だから四五黒黒ないの。うん。ちゃんとやらないやつが悪いんじゃない？えー、で一番もなんだろうね。どうしようこれ。 何だろう、ね、でも9番が決めたんでしょ ?2 ずりして負けたら笑うけどもういんじゃない ?1 番を黒として釣るって一言も言ってない人もいる7番にはね 2> 2番。2番でも6番でもなんか6番でも9番でも負けるしかないんじゃないもう ?5 番が2。26はないんだから25か。で五声だったら2が死なんじゃないかっていうのもよくわからないそうじゃなくて。67か。1白、ろ4し 6164?6 が、えっと、黒じゃなくて41に黒だったら7が2世だし六、ね、が黒だったら2が死んだしっていう死の見方なんだよねちゃんとやってほしいわこれは7番のプレイを認めたら7番がこんな付け上がるからいいんじゃないかなとは思うしお仕置きでいいと思うなるほどねわかるねって思っちゃった だから、<laughs> マジ、初日に出てきてくれないとこ分かんないんだけど、こういうの。4票もう2番に集まるから、もう。4番しだって。4票2番に集まります。4票2番に集まります。ただ、俺はもう、やっぱり、このプレイ認めてはダメだと思ってる。 長い目で見て、こういうプレイを認めたらダメだと思う。負けて、あと6番の生産もひどい。負けてもこのや郎番と6番が悪い。4番が、強人かなんかか。やべえな、これ。2>, 2番がローなら勝ちだけど、負けだろうね、これ。発言してください。4番人外だろ、マジで。4番人外。5番投票とかマジありえない投票してるから。67? 二五八、二五六四だったら入れるがら、六七。二五かもね、いいこれ。はい、本当に。うん、マジで負けたらいい。と三万で百パー強陣中落ちてないから。はい。<laughs> やばいし、マジで。六番って二五ロロ言わないし、七、はい、番もこんな出方だから。二番が死んだったら、可哀想だから、もう、六いったわ。たおやー、六番七番がひどい。同じ喫煙所で二死んだったら、俺、泣くもん。 俺、本当に9番れんだけど、こいつが。真面目に考えてんの、これ、まあ。PP だったら PP で。負けても、ね、9番の責任できるし、手柄は9番だし、僕は責任負わないで、ペットバイに入るんで。別におることでもないんで、神々することでもないんで、さっきの騎士あぶってる村が騎士出させるのが正しいって言ってるのはさすがに何考えてんだろうと思ったけど、この村はね、しょうがないと思うよ。2番も、 6番って、盤面追えない人かわかんないけど、25ローロ言えないんだぞ。7番のこの出方もあるし。ただ25の可能性もあるよ。25ローロ4強とかの可能性が別にあるから、別にどっちでもいい。多分4枚気持ちないでしょ ?67 が25じゃん、これ。まあ467ならどうせ負けたからもういいよ。別に負けても9番の責任だし、負けたら、勝ったら9番の手柄だし。 僕は9番の色が見れるだけだから、本当に9番の色分かるんだよ、これ。冗談でやってんの、これ。まあ、負けたとしても、それはしょうがないんだよ、これは。こういう時は番のプレイヤーは番、ほらー、強靭があるっつってんのに。<laughs> っていうか、強靭なわけねえじゃん、6番が。 えっと、6番は釣らなきゃいけない。25ローロが言えないんだから、もう。まあ、これ、ちょっとやられましたね。25ローロが言えないんだから。2ローロが言えねえんだよ。6番は黒だ。6番釣っていいんだよ。6番に巨人もあるから。釣っていいんだよ。いや、申し訳ないですね。ちょっと2番さん。これ、ちょっと精査。25ローロって6番は言えなかったんだよ。まあ、でも、9番が悪いわけじゃねえから、まあいいんじゃない、僕の責任です。はい。 まあ二番強陣六クロタ、七番が占いで出ないのもまずいんだからもういいんじゃない？六クロってんだけど七番がどういうことだよこれ。六五ローロ、六五ローロあるから六釣り六釣りで七個。十分強なのでえっと陣論の方二名いらっしゃいましたら表合わせます。以上です。六七ローロじゃないかよ。どういうことよこれ。六七ロロね。六釣ります。六釣り。のプレイヤーは発言してください。 はい。まあ無能な例のが無能さらしただけ盤面上一番6番ロード100%ありえないんで。6番は25ロード言えなかったからもう驚きの笑いまあ俺も驚きでしたねだけど別に4人を伝えし4月ネットで僕別にこういう時は必ず,や,必ずいいやっぱりに新を置いてやった方がいいよなのぬが確実に終えるわけじゃないし、録が黒すぎんだよな発言が6が変なんだよもう俺はもう6番おかしいと思った発言してゲー 7番さんしてで、ね、2番さん強人なんですよねで僕がオオカミになったら5番さんも多いと思うんでじゃあ5番さん投票7番さんもできますよねはいじゃあ5番さん投票しましょう7番のプレイヤーはこれどういうことよしてくださいなんだよこれ一体オオカミ陣営は5番に投票してくださいわかりました6七6でした 投票を始めてください6番はね2ローローが言えなかったのよこれ言えばよかったかな2ローローを確実に言えなかったんですよ6番はこれ毎回言ってたけどだから2番のあの感じだからやっぱ6番いかなきゃダメだよね、うん、4番がなんか表をんか、えー、何番だっけ 7番あたりにちゃんと入れて、投票狙いしてくれてもよかったかもよ。占い,結果聞いてしてください。まあ、2番でグッチボッてのに2番つって、例のはいらないですね。6番。のプレイヤーは発言してください,ださいかっこよすぎます。1番さんの強靭を守って。かっこいいです。投票を始めてください。どうしましょう このメンバーで続けるならもう一試合とかいっちゃいます。デッドバイとか別に、まあ、後でもいいでしょうってか。うー狼だったらささろ流して終わらせる気持ちになったらまだゲームで頑張ってやるけど。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。 まあ僕は別に4711一郎構成で、一、まあ、番俺目線ではもう落とし位置なので、3番落として6番裏ってもらったら助かるので、6番つってくれたらまだ根本に6番図、はい。で、えー、と6番釣れてきは一1番ずの47最終日精査で俺はいいと思ってたんだけど、まあ伝わらんかったね。以、は、上、い、オオカミおめでとうございます。夜が来ました、まあ、し目を閉じてください。<noise> 6番は黒かった。とてつもなく、7番の芯も追いたくねえし。まあよかった。うん、ひろちゃんは先ほど生産ミスをしたが、あすなに、6番が黒すぎてもうとてもじゃないけど、もうま、巨人まで別にあったし、色見ればいいと思ったから。うん、まあしょうがないんじゃない 17、17みたいなの釣った方がいいってことだね。7は釣った方が良かったね。しょうがないんじゃない。まあ負けても別に僕はせ、えー、爪痕は,は残したからね。占い審議はだから、あの、前の村はその、あれだよ。釣らなきゃいけない人を釣ってくれなかったから、霊能がね。騎士炙ってた人を。釣らなかったっていうのがあって。 結局それで分かんなくなるが、占い師に勝ちやすくすることが大事だと思うからね、これに関してはしょうがないんじゃないの